ここまでのメディアアートの最近の盛り上がりというのが割とあの映画でいう CG の創世記に似てるなって僕は感じてたんですね。稚拙な技術でも極論感動できれば価値があるというか、一番大切なことはちゃんとハートに届くものなのか、そういったことを一番大事にしています。私はまあプロデュースを担当しているので、まあうちの作品作ってお客さんに楽しんでもらうっていうのも一つ目的としてあるんですけど、まあもっとそういう業界が盛り上がればいいなっていう思いで、いろんなこう方々とコラボさせていただいてます。ちゃんとハートにタッチすることが一番重要ではあるんですけども、やはりニュー、サムシングニューっていうのは何なのかということは常に求められていると思います。デジタルアートって結構バーチャルって捉えられることもあるんですけど、なんかもっとリアルに感じてもらう、デジタルだけで作ってる空間なんですけど、でも生命を感じさせる作品はちょっと作ってみたいなっていうのは個人的にあったりしますね。そういったところに行くように、メディアアートを使ってようが使ってまいが、本当にそれが価値あるものなのか問われるところに入っていくのかなと思います。逆を言えば、その表現としてはどんどん広がっていて、だからこそそれも組み込んでなお何を表現していくのかというのは、いよいよ大事なタイミングになっていくのかなという感じです。